黒滝寺は徳島県那賀郡那賀町に所在する寺院である。山号は龍王山。宗派は高野山真言宗。本尊は十一面観音。四国88カ所第21番多龍寺奥の院。新四国曼荼羅霊場第88番札所である。本尊真言、音路系神話らきりく護衛下、薄雲に遥かに見ゆる黒龍寺瑠璃の岩間に出る。果実水仁王門内市道旧木沢村の黒滝、山々上、標高約760メートルの地点にあり、山岳仏教発祥の地と伝えられている。自伝によれば、延暦12年空海が、大野龍が、岳で修行中、神童が現れ、中川上流にある、黒龍山で大龍が暴れ、人々を苦しめていると告げた。空海は中川を遡り、黒龍山を間近にしたところで一夜を明かした。ここで、国蔵菩薩を刻み鐘堂を立てた。空海はこの地を、鬼頭名と名付け、後に、鬼頭名と呼ばれるようになったと言われる。黒龍山上に登った空海は、山上の湖に住む大龍を前に十一面観音を、刻み興福泰山の調伏を行った。これにより大龍は湖を出て龍王淵へ退散した。降伏した大龍は空海に赤井の水という泉を送った。これが当時の海藻と伝えられている。境内には現在もこの冷水が湧き出しており、これを飲むと苦難や難病に効くと言い伝えられている。戦国時代にはこの地の豪族であった細川貞光が寺院周辺に砦を築いた。また当時の寺院には僧兵が折山城は要塞化していた。天正10年四国制覇を目指す長宗我部元親の阿波侵攻の際に、ここを攻撃し寺院は砦と共に消亡したと伝えられている。この時、境内にあった池は、僧兵や兵士の血で真っ赤に染まったと言われる。この池は、現在、地形の変化により干上がっており小跡庭園となっている。江戸時代前期の元禄元年改弁により、寺院が再興された。再興の日が8月17日と伝えられており、改弁は当日、完成を祝って踊ったと言われる。これを祝して毎年8月17日には、黒滝祭りが催され斎藤駒が炊かれ、改弁が伝えたという黒滝寺踊りが行われる。現在見られる建物は、享保元年から昭和31年に建てられたものである。黒滝寺パンフレット、現地説明版に記載。ありがとうございます。